お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もねクラッシュロイヤルやっていこうと思います。というわけで他のクラロワ YouTuber がみんなねなんか今回クラッシュロイヤルクラロワやっていこうと思うんですけどみたいなこう言ってたんで僕もあいさつちょっと変えることにしました。はい、ってなわけで今日はこちらトリトンロイジャイを紹介したいと思います。ってなわけでゲストはねもうロイジャイといえばもう大舞台でガンメタされてガンメタされたのにもうガンメタ受けた後もロイジャイを使ったねロイジャイ使いのあの人呼んでます。どうぞ。滑舌失礼します。こっからゲお前かーいって感じなんですけど感じなんですけどめっちゃ歯が当てかよいやで決勝戦でねまあね大舞台でロイジャイ使って勝って次ロイジャイ使ったらガンメタ食らってもうそんなで来たら勝てないのにさらにロイジャイ使った男なんでね、はい、ってなわけで、調べたら多分出てくると思います、はい、皆さんお好きに調べてください。ってなわけでこちらねトリトン入りの、ロイジャイをねやりながら触れていこうと思います。トリトンね、そうです、トリトンとスケが入ってます、ね、前の方だとエレキと縦線ですね、スケが縦線でエレキのトリトンっていうので、対空が1枚減ったんですけどその分ね回転が速くなってます。おお、トリトンがね強い。そう、トリトンが強いんでシンプルにね、陸により強くなったって感じですね。なんで空が来るとどうだろうな、無理ってわけじゃないけどちょっと辛いですね。影響昔か分岐、そう。でもファルチがね最近若干増えました。ファルチが増えたことによって、やっぱね、これは来ましたね。ファルチが増えたことによってちょっと空が減ってるんでね、その陸を意識したデッキがね最近増えているんですけど、これはあれですね、もう陸を意識したとか関係ないですあ、やつです。あ、僕もマジでこれもうね宗教作りたいレベルでアンチこれの違いが変わるわ。でもこれ、ロインビバゴ、これ、行きます。もう、海外のブラックパンサーっていうロイジャイ使いの人がいるんですけど、その人ね、ケツロイなんかしてなかったんですよ、もうね。ハシムエロイでした。でも、負けそうですね。あ、でも2発入れば十分。いや、もう1発いけるよ。いきました。3発で結果。で、次のロイが、いやワンチャン、これはあれだな、ウッド打つんじゃなくてオーブンでちょっとこれは許容ですね。いだオーブン置いてファイブ取れます。スケで受けられますね。あれですね、相手はクロステスラクロス、でどうするかですねこっから。でもトリトンとデビとかがあれば多分突破できると思うんで、トリトンがね結構掛け物に対して強いっていう、そう行くね、行きます。もうギャンギャン行きます。もうこれそれだけで若干取ったよね。はい、これはい、はい、だけど通らない。でこれでロックスになってクロスチェケられると負けてたかもしれないんですけど、相手が今ウッド打ってくれたことによって僕の命はね延命されました。延命、今ぐらい多分攻めすぎるとあんま良くないかも。テスラがね結構もう辛くなっちゃってる。でもあれですね、このデッキはそのトリトンが入ったことによって僕を、これはロイジャイで壊します。スペルで壊すんじゃなくてロイジャイで壊します。これ壊さないともうどんどん苦しくなるんで、壊していきましょう。よいしょ。はい、残ってるとね相手の後々にね相手がだんだん有利になっていくんでね、こんな感じで壊していくと大丈夫です。でオーブンも残っている。美味しいですね。これまた同じで壊したいですね、これを繰り返します、さすがに。これはでもう一回多分ベビー出せば、これ今のもし不定根じゃん、核変化からちょっと回転が間に合わなかったね。そうだね、これなちょっと嫌が、テスラがちょっと厄介ですね。でもここのベビードラがよしよしよし、で後ろからまた流しつつ、これはあれですね、スケでタゲ取ってロイで壊せます。ロイが間に合うんだよね、強いロイがマジで。で歩いたらここでクロスじゃなくてテスラ壊して早めに壊したいですね。これテスラ壊したらベビーが強いっていう、そうベビーが残るんでね、相手からしたらこのベビーがすごい厄介なんで、ベビーを結構攻め手としたいですね。ロイベビーロイベビーみたいな。アイゴレがアイゴレで蓋されると辛いんですけど、アイゴレの蓋さえ取っちゃえば逆に相手はベビーを抑えるカードがないんで、しかも今相手ファイブ使ったんですよ。これめっちゃいい流れですね。これめっちゃいい流れですね。というわけでいきます。でここのクロスが厄介なんでベビーで壊します。ベビーガチャでね壊すっていう、これは結構いい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 、そんな入んないんかい。
だけどマーチャー1匹も結果で、これの辛いところが防衛クロスが残ってるんで、次のクロスちょっと厄介ですね。やば、まあ、そういうことなさすぎた、まあ、イストンみたいな。回し気をかっかけつない。うん、説はアリオニのアリ。まあ、言いますね、メガゴモノクロス。あ、これライトニング打ちます、これ。ピカピカピカ。これが相手10個かけつくっけ。よいしょ、これだってもう10個作って、おい、おい、早く殴れ。トリトン。トリトンしっかり殴れ。オッケー、いいよ。おい。ギリギリ打っか。はい。これ、ウッド削りしていきます。ライあ、ウッドライトで終わりますね。終わった、終わった。次の相手のクロスさえ耐えたらいいんで、あの、あ、回転早いです。回転早いです、これ。ケイコンが間違い回転早くて、ね。縦線だったらね、もう間に合わなくて、もう、つむつむしちゃうんですけどね、ちょっと。探し後がアイコニング防衛みたいな。うん、これ、しかも、紫外線ないよ、もう。いや、アーチャーとアイゴレダーのね。いや、これパターンのやつね。たまにね、最後までね。えらい。というわけで、あの、まあ、陸にはね、基本強くなってます。トリトンあることによって、トリトンって多分、ペッカを、受けれちゃう、受けれちゃうっけ、結構受けれちゃう。まあスケとトリトンがあればペッカー余裕でね抑えれます。でもラムとかホグとかも全部キーリング起動できて、しかもオーブンもあることによってもう相手のねもうホグとか泣いちゃいますね。ホグがちょっと減ってる理由もね、トリトンが。あ、そう、ホグがちょっと減ってますね、トリトンが増え。そう、わらびもちさんね、よろしく。めっちゃ食いたくなってきた。お腹すいたな。わらび餅の抹茶めっちゃ好きなんですね。だから抹茶が好きで、まあ、きなこも好きなんですけど。え、きなこ好き？きなこだよ。きなこね。びっくりした。きのこは大嫌いです。大嫌いがっかって。あの、僕嫌いな食べ物はって言われた時にきのこ類無理ですって言います。かびっくりしたわ。あれ、いつの間にっていう、ビジネスきのこかって。え、嫌い。これディガート5なんで、でしかも高回転だったから、うん、なんだろうな。おお、まあ、ここ一回後ろからね、乾杯取れていきます。キョスケとか来ちゃったら、まあドンマイですね、ちょっとね。確かに。あの、結構大、めっちゃ大事な試合では多分やったらダメですね、ケツ取りとは。まあ相手のデッキとかによるんですけど、エレキメガゴスケってのがこっかいてるんですね。これ、まあ後ろに残ってるんで、メガゴも縛ってけ。そう、このままね、ロイつけとしてあげて、トリトンが後ろに動きが強いようにね。そう、トリトンがこれ引っ張って、あ、なんか余計なことしたかも。トリトンが引っ張ってなんか若干の遅延休暇あげちゃん動かないのが。そうそうそう、この間にね。失礼。そうなんですね、トリトンなんか引っ張ったら微妙になんか遅延がかかるというか、固まってからなんかね動くまで遅いんで、相手のユニットが引っ張っちゃえば、そのこの間にね、バタバタ。そうそうそう、表現下手だな。もう後ろからもう一回ユニット出して、はいはいはい、でもまだ待って、トリトンは、まあ、1回目が塞いで、はい、で、小指がまあトリトンで剥がせるんですけど、まあまあ、これまた、メガゴベビー、あー、ロイ出してトリトンでミニペッカ引っ張ってもよかったですね。結合いくつもあったの？いや、これライトで飛ばそうかな。これはもう1個出てくるでしょ。メガゴベビー結果が美味しい。あー、でもライトニングちゃんと当たらないところにしてますね。まあでも。まあまあまあ。相手のメガゴエレキ、ミニペッ、ジャイですね。来ました。ウイか。はい、来ました。あー、いい攻めが巻いても。で、引っ張ります。引っ張って。よいしょ。これ、寝顔がちょっとうるさい。寝顔じゃない。でもこれ、トリトンがね、あの、硬いんで、ぼちぼち硬いんでね。よいしょ。ういー。ういー。でー。ちょっと待って、やばい。あ、結構攻めか、今、ワンチャンが怖かった。危ない危ない。今ミニペック咲いてたんで、攻めてもよかったですね。てか、これ、いきます。ロイジャイからのミニペック来ます。で、引っ張ります。で、で竹取って左を防衛します、はい、ってことで僕は1個折れたんですけど、これを守れるかどうかゲームに。オーブンがあるから結構守れる。あ、しかもトリトンこれ見て、暴走した、暴走した、お前やば、暴走した。オーブンきついけど、うん、そう、オーブンからのトリトンっていうね、これはもうさすがに耐えましたね。もうよいしょ、今日チンカスの、はい、まあ僕の動画撮ってるんですけど、みかん坊やさんこういう人です。はい、よっ、はい、入ってます。これはあの、これ多分切り取られてツイッターに。これがみかん坊やだっけ。はい、なりますね。これは僕なりの挨拶ですね。はい。はい、ただいまの代わりに毎日。チンカス坊や。あげ今やったが。よし。まあね。チンカス動画で集まって何してる。あ、動画撮ってますこれ。まあまあまあ。そっか。まあね、やりでやる動画撮ってるのか。
まあまあそうですね。あラスト1試合ですね。ですね。まあ今天国とが1人部屋で、俺とコタが2人部屋で、大吉とラットが2人部屋で。そうですね。天国との部屋だけはね、誰でも好きに使っていいっていう。フリーゾーン。そういうことですね。やり部屋ですね。はい。はい、というわけでとりあえずね、まあ様子見というわけでオーブンいきます。で逆サイにホグとかラムとか来てもあのねトリトンでキング起動できるんで全然ね置いちゃっていいと思います。でここはオーブンねできるだけ延命します。できるだけね、なんかしすぎると逆にあれなんですけど、オーブンの HP がまだ全然残ってる時はしっかりオーブンを延命していきます。それだけで相手にねユニットを咲かせられるんで、多分ウッドラックで大丈夫かな。よいしょ。大体ユニットわかんないんで、まあ、まだ結露はせずユニット流します。逆サイ来たらまあトリトンで引っ張ればいいかな。これでも逆サイ攻めてもいいと思うんで攻めます。あのなぜならここでなんか対応してくるやつをトリトンで全部防衛できて、そのままペッカで防衛できると思うんで、このエレキちょっと邪魔なんで処理します。はい、はい、だけどここでもうベビーでちょっと返しとこうかな。もうペッカが手なんです。感覚守れちゃうっていう。あ、でもちょっと苦しいかも。いいベビーが。あ、まあでもここの言うのは若干強ですね。これぐらいならっていうので。よいしょ。僕の方がね、せめてダメージ与えれてるんで、で、ここのベビーもそのまま多分右のタワーに行って、僕のタワー全然ダメージ受けてないんで、まあ、いい感じでね、ちょっとずつ削れるぐらいなら強していきます。で、またオーブンを置いて、ですね。で、後ろからペッカ来た時に、どうしようかな。あ、ポイズン使った。ワンちゃん後ろは良くない。どうさい、うん、普通のヨイジャイが絶対ダメなんだけど、トリトンがいればっていう。そう、トリトンいるとなんかねちょっと楽しちゃうっていうのは、まあここで結論来たらさすがに端前行きますね。でここもトリトンで受けて、まあ、でもこれ端前の構え、トリトン、あ、端前ペック来てたらワンちゃん怖かった。これちょっと延命したいですね。オッケー、延命してこれ引っ張るでしょ、うん、引っ張ってロイジャイ出して、これまたペッカ来てもね引っ張ります。なんでトリトン生きてるんでね。そう、相手はこれもうペッカ出せないで、これ歩く。おお待って、そっちが来た、やばい。トリトン相手キングカワー追えちゃうね。確かにこっちもやばいけど、僕はしっかりねこのタワーはもう守れないんで、相手の空だけしっかり処理してキングが俺守れたいじゃない。でもキングが追えちゃう。守る、あ、まあでもこれはレスライ、これよいしょ。あ、待って、あ、ちょっと残ってる、やばいやばい。あ、でもこれライトニングで終わります。なるほどね、守れたな、トリトン強いです。ミカワさんなら今右側の人はベビースケコンププって守れてたっていうね。やっぱ格が違いますね。やっぱコタなら守れてた。あ、僕ぐらいがまあまあ確かにね、僕とミカワさんが、まあ、無理すんなよお前。オーケー、はい、ってなわけでですね、まあ、トリトンがとりあえず強いんで、皆さんもう持ってるならぜひ使ってみてくださいとか使ってください。はい、ですよね、強いですよね、トリトン。そう、ミカワさんが強いって言えば強いですから。はい、弱いです。あ、つまり弱いです。はい。はい、というわけで、この動画で、ね、ボツにはしないので、ぜひね、切り抜きしたかったらお好きに。使ったもん勝ちみたいなことあるな。トリトンは強い。トリトンも使いこなしたもん勝ちみたいなことある。そうですね。うまく使いこなしたものがもう上に上がるみたいな感じですね。いや、そう。どうですか、コタさん。まあ、トリトンが。使ったもんがついくね、まあ、いいよ同じことばっか。まあ、ホタさんがなら間違いないですね。うん、そういうことです。はい、なわけでこちらね、じゃあ今結構流行ってきてるんで、ぜひぜひ皆さん使ってみてください。というわけで、まあね、概要欄にホタチャンネルとみかんさんチャンネル、まあ、みかんさんとは上げてます、最近上げてないですね。上げましょう、はい、みかんさん上げるみたいなので、ぜひねチャンネル見に行ってください。というわけで、リーグもね、ちょっと僕ら今出だしね、安定の出だししてるんで、こっから爆上げていきたいと思います。ぜひ応援よろしくお願いします。ではこんな感じで応援したいと思います。なんか言いたいことがありそうですけど、なんもないですよ、本当に。はい、ではお疲れ様でした。